高木神三郎3月から1928年5月29日は、かつて、小石川関口大長19にあった、私立聖母仏語学校初代校主、カトリック信徒で、霊名は、パウロ。静岡県袋井市出身。1846年3月、東東海国産名軍袋井塾の商家に生まれる。1869年4月に上京し、 下役元黒門町の師匠、渡辺義介の下で修行する。1876年11月、本郷区湯島三組町にあった、元禄年間創業の老に味噌製造業、伊勢利商店を営む高木家に入り向こし、神田道法庁20番地にて上富屋、高木上店を経営し成功した。1878年頃、カトリック、築地教会に、 天守道などと書いた看板を出しているが、実際は、邪州門の野祖教なんだから、看板を外させてやると押し込んだのが縁で宣教師と知り合いとなった。1879年6月から、浅草向き柳原町一丁目15番地にある、カトリック、浅草教会にて、宗教高級し、翌1880年1月19日、妻民と共に夫婦揃って、洗礼を受ける。 その後、1885年1月には、浅草教会内にあった、児童福祉施設、媒介学校の幹事となり、教会運営に協力した。ピエール・マリー・オズーフ・ジャン・アレキシス・シャンボン1877年に、日本北石とザ・大陸の初代司教として来日した、ピエール・マリー・オズーフは、教会発展のため東京の中心地に土地を求めた。しかし、当時、 外国人の土地取得は、自書室入り書き入り規則により禁止されていた。そのため1886年5月22日、土地所有者の市柳末徳から、おずうふに代わって、神座ブロータ6名の浅草教会信者名義で、小石川関口大町の土地を購入した。その後、神座ブロは、媒介学校の仏文化教頭であった司祭のジャンピエール霊に協力し、 すでに購入済みだった関口大町の土地に聖母仏語学校を設立するため東京府へ設置願いを提出1886年12月27日に認可され翌1887年1月7日に開校自らは講師となった1887年1月15日に浅草教会の不協会委員に選出され1896年まで 務めた。また1897年からは、不協会委員の補佐として、特別委員に推薦され、浅草協会の新都総代として活躍した。1893年頃には、天守協会記者会総代として、たびたび、東京市教育委員に寄付を行っている。1900年2月26日には、オズウフと共に、新都総代として、東京府へ。 聖母教会堂を設立願いを提出、同年10月7日に認可された。1903年には公共共有会に入会し、東京6教会全域で活躍した。極めて温厚で物静かな人格者であり、誰からも尊敬される。また老年期は、白髪動眼で品位が良く、浅草教会では3歳の子供も知っていると言われ、著名で熱烈な信者、 多くの描写や貧者を助けた、稀に見るほどの特心、愛徳、健常、緊直の人と評された。晩年は家徳を養子である丹蔵に譲り、自らは吉住と名乗り町地大学の敷地内に住んでいた。1928年5月29日、82歳で死去した。葬儀は浅草教会で盛大に行われ、 当時の東京大主教区教区長じゃんアレキシスシャンボンをはじめ多くの神父、神徒が改装した学校の経営責任者、校長のこと。本郷区市、P1163 第4編第3章湯島、方面第8湯島3組町には、京京、区内洋六は、この名味噌工事省を置く、工事味噌問や、高霧八等地の合商なりとし、東京名所税また町は、 味噌症大器をに手なあり、その最も著名なるは、伊勢利商店、高桐八、隅茂芝牧野モスけなりとある。時事新報社第3回調査全国50万円以上、資産家時事新報1916.3、29から1916.10、6、神戸大学新聞記事文庫カトリック新聞1878号、昔語り、東京教区には、 浅草向き木原の浅草、聖パウロ教会で、長い間教会を援助していた、高木神三郎さんは商売のことでこの築地教会を知った。はじめ高木さんは、天守道などと書いた看板を出しているが、実際は、邪州門の八祖教なんだから、看板を外させてやるとばかり、意気込んで教会へ押し込んでいった。しかし、それが縁で宣教師と知り合いになり、教えを学んで、 高木さんは信者になった。高木さんが、先例当時のことは、海老原安造氏が私に語ったことである。そして、海老原氏が、浅草教会の青年会幹事をしていた自分、高木さんが、青年信者を奮起させるため語ったことという、とある。ウィキソースには、辞書室入書入規則の原文があります。日立国茨城軍に書の藩主、 松平よりのりの屋敷跡4800坪の土地。東京都公文書館所蔵不通、第2種願い伺い届け録、各種学校、9冊のうち9、学務課、私立学校設置願い東京都公文書館、所蔵不通、第2種願い伺い届け録、各種学校、1、学務課、聖母不都学校開校を届1899年に東京府に提出された、 学科家庭た取調べ書には、聖母仏語学校主、高木沈三郎と記載されていることから、少なくとも当年まではこうもだった。教会の維持運営を効果的になすため、ピエール・マリオズーフにより導入された役員制度。各教会新都団の代表者であり、3年ごとに改選される。東京府に松平定信の7分金積立が引き継がれたのを活用して、 1872年に渋沢栄一によって創設された休眠救済施設。東京市養育院連邦第22回明治26年4月から27年3月 P80P105 東京都公文書館所蔵第一種文書類3第1課文書社時第36類教会校舎及び教師第3巻第1課。 聖母教会堂設立願い不協商賞からの引き締めや監督体制の強化が導入されても、それらすべての規定を遵守し、教会事業の賃貸状況を打開するための試みとして、信者に積極的な教会事業への献身を求め、各教会の信者間の交流を通して、相互啓発を期することを目的に設立された会。築地、神田、浅草、本所。 アザブ、関口の六教会。カトリック新聞1878号、昔語り、東京教区には、高木さんは長い間、天神下に神問屋の店を出していて、成功者の一人だったが、極めて温厚で静かな人格者、誰彼の区別なく尊敬されていた。 冷落して貧しかった私の家にも、正月には定員に手拭いを入れた箱を持たせて、玄関で菓子を述べられるという風な義理がたい人だったと、ある。カトリックタイム百124号、浅草教会の人々には、震災前の手術及び平日のミサに、よく白髪動眼の人品の良い70近いおじを、見受けた方があったであろう。浅草教会では3歳の子供も知っている、と言われた、初代。 高木神三郎沖那であるとある。浅草教会、100年の恵み P64 には、死は、多くの描写や貧者を助けた、稀に見るほどの特進、愛徳、健常、勤直の人であったとある。カトリックタイムス1754面、霊シャンボン領大司教争芸会の出席者名簿には、麹町清井町七高木神三郎とある。浅草教会、 100年のめぐみ P64 には、教会発の盛大な教会葬が営まれ、例シャンボンの二大司教をはじめ、多数の神父、神徒が改装したとある。ありがとうございます。